ポポンデッタは日本の鉄道模型専門店である。1999年にインターネット通信販売による鉄道模型店として創業。後に東京都渋谷区に店舗を構え、その後は日本全国各地に鉄道模型店を展開し、主に鉄道模型や鉄道書籍の買い取り、販売を行う。フランチャイズによる鉄道模型とミニカーの買い取り専門店や、 カフェも展開している。社名の由来は、熱帯魚のポポンデッタ古方から。創業当時の鉄道模型という趣味に対する印象については、一般にも幅広く認知されるようにた現在とは異なり、当時はまだ暗いといった印象が根強く、家族と一緒に、彼女と一緒に模型店に行こうよといった時に、鉄道要素の強い名前だと、 そんなの嫌よで終わってしまうんじゃないかと考えたといい、そこでもう一つの趣味であった熱帯魚の中から元気の良さにあやかろうと名付けたという。本社ビルである秋葉原レールウェイ BLD ポポンデッタ川崎アゼリア店、川崎アゼリア店のレンタルレアウト多くのポポンデッタでは N ゲージのレンタルレアウトを設置しており、来店者が持参した車両を走行させることができるほか、 店舗にて車両の貸し出しも行われる。大型店ではラジコン自動車やプラレールのコースを設置しており、来店者が持参した車両を走行させることができる。1時間コースと初めて鉄道模型で遊ぶ人向けの20分体験運転コースがある。20分コース限定のスタンプカードでスタンプを集めると N ゲージと交換できる。店頭で税込み3000円以上の購入で、 レンタルレイアウト15分無料券が配布される。レンタルレイアウトは、店頭と電話で席の予約が可能である。多くのポポンデッタでは、古物商の許可を受けており、店頭や郵送、出張買取も行っている。N ゲージの他書籍や、プラレール、ストラクチャー、鉄道グッズなど、鉄道関連製品の買取を行っている。また、不定期で、プラレールを、 新品 N ゲージと交換できるキャンペーンを実施している。多くの鉄道模型製品で定価より20%割引した価格で販売されている。また一部製品では早期に予約した場合、先行予約が適用されて25%割引となる。実質的な本店である秋葉原店は2003年4月に開店。当初は1階に事務所。 二階に店舗とレンタルレイアウトを構えており、店内にて中古鉄道模型の店頭オークションを行っていた。2005年に近隣のビル内へ一時移転し、跡地に本社と一体化した新店舗ビルが新築された。現店舗は地下1階地上3階が鉄道模型店で、4階以上はポポンデッタ事務所と税理士事務所となっている。現行店舗の詳細については公式サイト、 店舗一覧を参照。鉄道模型道という屋号を用いる店舗もある。その他、鉄道模型、鉄道関連のイベントにも随時臨時出展している。UCC Foods とポポンデッタとのコラボレーションによる鉄道をコンセプトとした店舗、カフェバースチームロコモーティブを運営している。2011年7月15日開店。昼間は喫茶店、夜は バーとして運営される飲食店で店内中央には全長20メートルの大型ジオラマを設置しレンタルレイアウトとしても提供する。同年末、ホンジュラスのコーヒー輸送列車を題材とたオリジナル製品 SL コーヒー列車セットを発売した。当初は新品販売と中古買い取り販売のみであったが、秋葉原店でのジオラマ制作の講習会と同時に 自社オリジナル商品として、ジオラマキットの発売を行った。その後は、ジオラマ製作用品として、LED 照明キットや動物フィギュアなどの、他社製品を、自社オリジナルブランドにて展開している。2009年には、同社10周年記念として、可愛い紹介製のディーゼル機関車と貨車のセット、グリーンスイッチャー3両セットを発売し、その後も、車両製品を発売している。 2012年には廃業した河合商会の製品を引き継ぎ自社ブランドでの発売を開始した。現在ではポポ菓社として菓社の製品化を進めている。2018年に南海電鉄3000系荒野の製品化を発表し、2019年の発売を予定し、本格的な N ゲージの製品化もスタートした。2018年にアスカ出版をグループ会社化し、 鉄道関連書籍の出版も開始した。近年ではポポンデッタブランドの鉄道グッズも販売しており、T シャツや靴下、文房具などを製品化している。ありがとうございます。